はいはい、抱負を教えてくださいでござる。あ、はい、風間いろはのね2022年の抱負はしっかりお肉も食べることでござる。可愛いですね。今年はね、しっかりお肉も食べて、はい、去年は3週間お肉食べないとかザラだったので。逆に何を食べてたんですか、メインで。ナス言えないもの食べてたの。本当にナスだったね。あ、出た。ナスだけ。トマトとか。オンリー、オンリーだったんですね。本当にオンリーそれしか食べてこなかったです。それもすごい。なんだろう、あのスイちゃんの逆みたいな。合わせたらちょうどいいと思うんですけど、スイちゃんね、先輩とお話してたけど、え、それ偏食だねって言われてます。どっちが言ってんだそれ。そうなんですよ。まあという感じで、ね、気づかないタイプで対極的ということで、今年はね、バランスよくお肉も食べてね、はい、あの先輩方に並んでダンスや歌頑張れるようにしっかりね体力をつけて、どん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 技術向上を目指していきたいと思うでござる。先輩方、一緒にご飯行こうね。皆さん行こうねっていう感じで、お願いします。お店以外大変そうだな。お店以外私が食べれないものをイロハに回して、お肉を全部こっちに回してください。やっぱそれあれ、まあ、お肉食べれないじゃん、イロハちゃん。しばらくお肉食べれねえよそれ。あれね、この話聞いたらいいことだな。いや、子供野菜得意だからね、任せてくださいってことって、もしかしてもしかして子供また肉食べること、あ、確かに食べられなくて、みんなやばい、これもしかして来年の煩悩になる。あ、やばい。じゃあ皆さんちょっとイロハさんと一緒にお肉に行ってください。でもそしたら井上さんが食べられなくなっちゃう。野菜も食べます、野菜も食べます、お肉も食べます。そうですね、お店紹介してください。はい、よろしくお願いします。ということで、